ダブズはイギリスの3人組ロックバンド、マンチェスター出身、前身のサブサブ名義で活動。1998年にダブズに改名し再出発した。改名後、セールス的にも成功した。2010年からの休止を経て、2018年から再始動し、2020年に新曲を発表した。1985年。 アシットハウスマットチェスターブームのただ中にあって、その発信源として名高いシエンダのフロア上に、同じ学校の旧友だったメンバー3人が偶然にも再会。ほどなく、ディスコダンスユニット、サブサブを結成し活動を開始。1993年に、エントノーラブというシングルを単発ヒットさせるものの、その後は目立った成績は残せず、一発屋のレッテルと共に、 真に埋没してしまう。さらに、追い打ちをかけるように彼らの使用していたスタジオが火事で消失。解散もやむなしの状況下、メンバーは新規一点を図ってユニット名をダブズに変更。さらに、打ち込み主体の演奏形態から生楽器を重視したバンド編成へと転換し、そのスタイルも一新させた。1998年、改名。 再出発、初めて発表した限定版 EP が話題を呼び、レーベルとの契約を獲得。2000年にリリースしたデビューアルバム、ロストソウルズが、プラチナセールスの大ヒットを記録したことによってその人気を確立し、2002年のセカンドアルバム、ザラストブロードキャスト、2005年リリースのサードアルバム、サムシティーズではともに、全英1位を獲得。 2002年のフジロックフェスティバルで初の日本公演を行い2005年2009年にも出演2010年4月のベストアルバム発売後から活動を休止した2018年からアルバムレコーディングを再開2019年にはイベント出演が予定されていたが実現しなかった2020年になり6月8日にシングル曲カルーセルズを発表 アルバムザ・ユニバーサル・ウォントを9月発売予定と発表されている。ありがとうございます。